はい、始まりました。関根シュレック、リングの魂。はい。新年一発目。新年一発目ですね。聞きたいこといっぱいありますよね。はい。じゃあ、まずとりあえず挨拶ね。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、ハゲとるやなんかに。ハゲてる。ハゲてない。ハゲてない。ちょっと薄。試合で取られたんじゃなくて。え？試合で虫られた。試合で？いや、違う。なので今日はね。ああ、もうね、聞きたいこといっぱいあると思いますよ。新年一発目。はい。柔術界重大ニュースで2020年はぁ、あ、え、そんなのやるのか違うでしょやめてよ柔術プリストいや、違う金谷さんに怒られますよそんなこと言ったいや、まあね、なきゃいいですけどもうちょっと言われそ そういやいや、でもね、見ましたか皆さん、大晦日アフガドクラブ違うテクニック一切やらないからここはねいやね、すごかった、すごかったでしょ、皆さん、ね、来人さんとさ大晦日大会についてね、お話ししていきましょう。ね、今日はね、いつも道場ではなくて、うん、ここは自宅。自宅ですね。はい。ちょっと違いますね、いつも。シュレックハウス。シュレックハウス。まあ、結果、本当はね、道場で撮りたかったけど、もうボロボロなんで、ちょっとね、まあ、運転できないんでね、はい。はい、こちらに来ましたよ。はい。そう、まだちょっとドランカーで。いや、あんな、なりますよ、そんな。壮絶でしたからね。はい、まあでも、どんどん。ワード1階のね、はい、嫁さんの家。そんな、細かいとこまで言うのです。はい、ちょっと違います。こんな、もっさもさで、こんなヒゲしてるけど、家は美容室そして脳天はちょっと薄いというねすいませんねいや言ってたなかったっけということいっぱいあると思いますね。いやー、振り返りましょう試合ね。まずね、はい、入場はね、うん、今まで入場曲はね、プロレスはゲイリー・オブライト、はい、まあ、尊敬するゲイリー・オブライト、ね、ジャーマン・スープレックス の、ね、はい、ACDC のサンダーストラック、そうですね、で決めてて、はい、もういつもね、はい、サンダーストラック入ってて入ってますね。プロレスの時 MMA の時には筋肉マン、そうですね、筋肉マンでも2種類あって、筋肉マン・ゴーファイトと、はい、あと炎の筋肉マン、うん、ね、筋肉マン・ゴーファイトはリングに、はいはいはい、イーナズマヒカリで、炎の筋肉マンは MUSTME マス、まあ、そっちの方ですよ ね、よく使って、まあ、どっちもあるね、最初はね、分けてたんだよ、うん、ケージの時には炎の筋肉マン、リングの時にはそう、筋肉マン豪快と、あ、最近は気分によって、あ、適当っていう、ね、いや、まあ、筋肉マンが流れると思ったんですよ ね、そしたらずっこけた、いや、ずっこけじゃないでしょ、おーってなったっすよね。そうそう、まあ、これはね、はい、なんつうかな、ユーのメインテーマでね、入場してきましたけどね、UWF、はい、ライジンっていうのはプライドでしょ、要は、はい、そうですね、ね、プライドっていうのは UWF から始まった、まあ、そうですね、はい、UWF インターの高田信彦さん、今ね、出てこいやってやってる人、やってる人の、対ヒクソン戦から始まってるの、うんうんうん、ヒクソングレイシー、まあ、そうですね、はい、そうプライドのね、そう、はい、で、そのやっぱ源流の UWF のメインテーマ、うん、あれがね、やっぱり俺たちおじさん世代は、いやー、まあ、ドンピシャっす ね、あの曲聴くとね、そう、俺はもう、ユーインターの選手になりたくて、諦めた人間だから、ね、どうしても入りたかったあれでね、うんうん、まあ、今ね、プロレスでも UWF ルールでよく戦ってるけど、はい、やっぱりね、あの時に思いを馳せて、うん、もう48年の総決算だよね、俺としてはね。いやー、そうですね、あれはね。全てがここに繋がってたっていう。うん。うん、ということでね、UWF のメインテーマ。だけど、はい、UWF のメインテーマを使うからには負けらんねえ。うん。もう絶対負けらんねえ。だって、今までのレスラーの先輩たち、プライドの人たちが全部もう命をかけて戦ってきたことだからね。まあ、そうだね。歴史のある曲ですからね、あれは。田村だってね、いつも小刀持って入ってくるわけでしょ、あれは負けたら腹切りますっていう、死にますっていう、うん、そういう、ね、意味で持って入ってくるわけ、はい、で、まあ、俺もね、あの曲を使うから絶対負けらんね、うん、もう負けたら腹切るじゃないよ、もうね、負けるぐらいならリングの上で死んでやるぐらいのつもりで
まあ、あの曲を選んで、だから、はい、もうあの曲を選んでしてて負けはなかったんだよ。ああ、なるほど、もうそういう覚悟で言ってた。負けるんだったらもう死んでる時っていう、うん、負けるときは死んでる時っていう、うん、そのつもりで入って、はい、そういう覚悟を持ってあの曲を使った。ああ、なるほどね。まあいいですね。でもね、こう手拍子も、ね、曲に合わせてしやすいし、おじさん世代はね、おお、ここで使うかシュレックってのありましたよ、絶対。多分ね、あの曲が流れた瞬間に泣いた、いや、あのアラフォーアラフィフはもう多いと思う。いやー、ほんと、いやー、自分もこの曲使うんだと思って泣きましたね。もうそれツイッターにもね、その時リアルな気持ちをね、ポンと載せちゃいましたけど。いや、すごかった。まあね、入場そこっすね、まずは。そう、で、ベイダーマスクでね。マスク？そう、ベイダーマスクで、はい、もうベイダーってこれで。いやいや、ベイダー、あれが出なかったでしょ、プシューってやつは。うん、惜しかったね。惜しいなかった。いやー、惜しいじゃないよ。できるのある方でしょ。元気っすね。元気ね、意外と。元気だ。あんまりダメージないかも、もしかして。いやいや、そんなことないですね。まあ、ただね、うん、もうそんだけの覚悟を持って、やりました。あの曲もチョイスしたってことですね。そうですね。ああ、なるほど。そして、そうでも、そう、入場でさ、うん、はい、やっぱ入場してマスクかぶったんだけど、はい、もうね、止めどなく流れる涙。もうやっぱ入る時から泣いてましたが。ああ、そうなんだ。僕で分かんなかったんです。いや、分かんないっす。多分花道の人たちは分かってたので、ね。ああ、そうなんだ。だらだら花道と。いやいや、これ見てる方も泣けますけど、やっぱ本人がね、一番来てますよね、きっとね。そうそう、いや、あんな大舞台でね、そうなんだよね。ああ、なるほど。そして、うん、試合ですか、次は。入場どうですか。はい、うん、試合。はい、そう、まあ、試合の前にさ、ええ、そうだね。まあ、あれだよね、うん、セコンド、はいはい、直前で今回ね、マルキニョスに変えたんだけど、はい、もともと最初のセコンドのメンバー、鈴木拓実くんと、はい、まあ、うちの拓実くん、ね、内山拓磨くん、あとベルトジムの内藤大輝は、はい、ワンチャンピオンシップで活躍するね、はい、で3人だったんだけど、はい、若手主体でね、うん、やっぱこれからの盆栽チームってことでね、若手主体で臨みたかった、まあ、こういう景色をね、そう、次世代で、俺もともとね、ワンワンにで行く時も、たくみくんセコンド連れてったりとかさ、はい、やっぱ次世代を育てないといけないです。すごいですね。だけど、はい、このうちはどうしても勝ちたいから、ほんと直前5分前ぐらいに、はい、マルキニョスに頼んで、やっぱり俺はすごいマルキニョスのこと尊敬してるじゃん、昔から、はいはい、だから、ね、信頼関係というかもうマルキニョス、やっぱ最後見とってほしいと思って、うん、死ぬんだったらマルキニョスに変えたの。はいはい、そこはちょっと若い世代じゃなくて、そうそうそう、やっぱり一番信頼のおける人を置いたわけですね。まあ、それがやっぱ、はい、絶対負けない戦いかな。あ、まあね、盆栽のボスですからね。で、やっぱり入場前もね、うん、かなり煽ってくれて、あ、はい、そう、結構いい言葉かけるんですよね、マルキニョスはね、はい、絶対に自信を持てと、うん、秀樹は、うん、私がいつも練習していて一番よく分かってるって、すごい強い、うん、俺は世界チャンピオンのね、人たち、ホドゴ・ビエイラとか、いろんな人いるでしょ、はいはい、マルキニョス。うん、に関わったね。アメリカでね、はい、いろんな人と練習してるけど、うん、もう、秀樹が一番こう力が強かったっす、うん。体力もあったっす。はい、で、だから、あなたが負けるときは、うん、あなたがその自信を失うとき、うん、諦めちゃうときだ。もう今回ね、これが最高の舞台だったら、絶対諦めるな。死ぬまで諦めるなっす。かなり追ってくれたんだよね。おー、なるほどね。やっぱいいこと言いますね。巌流島の時とかもね、マルキニョスよくセコンドついてくれて、やっぱね、舞台裏で結構いい言葉言ってるんですよ。まあ、今回そんな感じだったんですね。そう、そういうことで、もうね、もう入場の前から、これから UWF のメインテーマで入る。はい、そんなもう一番大好きで尊敬するマルキニョスにそんな言葉かけてもらったら、ね、入場の時にも泣いてる泣くしかないですよね。もうそう、泣いてない時があるのかっていう相手見えてたんですか、試合の時ね。いや、本当っすね。いやいや、まあ、そういう感じだったんですね、セコンドもね。そうそう、いつもだったらこうね、大舞台を背中越しに若手に見せるっていうね、キングでもキングでもでいう歓喜みたいな、大きじゃない、大きい、大きいとし、そう、大きが死にそうに、ね、なって、もうその舞台を見せるっていうね、シーンにね、若い、
それをやってたんですね、今まではね。まあでも終わった時はね、やっぱどうかなと思って控室帰ってきたら、うん、若い子にはどう感じて見えたのかなと思ったら、たくみくんも内山くんもね、はい、泣いてたからです。泣いてたっすか。まあね、いやあれを見たらね、泣いてない人いないと思うんですよ。ドッキリ大成功。そうだね。ちょっと待って。八百長疑惑もかかってるからね。いや、そうそう。まあ、それはほっといて、まずそこより試合に行きましょうよ、もう、ね。そう。まあ、はい、とりあえずじゃあ今、これで一回切ろう。あ、じゃあここで、とりあえず、今回はこのね、舞台裏っていうことですね。はい。どんどんアップしていくんで、これね、見やすいように輪切りにしていきます、少し。はい。はい、じゃあ、今回はこのとこで、うん。そう。じゃあ、チャンネル登録ボタン、はい、グッドボタン。そうですね、コメントもね、なんかね、ちょっと今回の件ですごいまた増えたみたいですかね、YouTube 登録者もね。今ちょっとコメント滞ってるけど、必ずしますので、はい、ぜひ皆さん、コメントお願いします。じゃあ、一旦またね。はい。は